BLCD コレクション、タイの日家原作、体感予報。明日は晴れなので、この男は俺を抱くだろう。エロ漫画家棚田陽は、人気上昇中のイケメン気象予報士瀬ヶ崎瑞希の正体が暴君だと知っている。気象情報チャンネルエブリデイウェザーに出演し、柔和な微笑みを浮かべながら気象現象を解説する姿からは想像できないが、尊大な態度で人を従わせ、自分の世話をさせているのだ。陽が知っているのもそのはずで、瑞希と一緒に住み、彼のために炊事や掃除や洗濯をしているのは陽自身だった。漫画の売れ行きが芳しくなく、レビューでも酷評される崖っぷちな陽は、衣食住を提供してもらう代わりに瑞希の言うことを全部聞くという契約を結んでいた。それには夜のお世話も含まれていて、俺様気象予報士とエロ漫画家、不器用な二人の恋愛を描く物語が、朗読イベントフィカスパーティーで棚田陽、瀬ヶ崎瑞希のキャストを務めた二人を迎えてドラマ CD 化。あれ、ここ、こんにちは、気象予報士の瀬ヶ崎瑞希です。本日のエブリデイウェザーは公開収録でお送りしています。公開収録、そんなのやる番組だっけ？いつもはキャスターの方と二人なんですが、今回は一人なので少し緊張しています。ですが皆さんに少しでも気象現象について知ってもらえるよう頑張りたいと思います。相変わらずの外面だ。それでは本日のお天気です。こちらの天気図をご覧ください。現在梅雨前線が近づいている沖縄、西日本では不安定な天気が続いており。顔の造形がいい。ところでこれいつ観覧応募したっけ？続いて棚田陽さんの天気図を見ていきましょう。はい？俺の天気図って言った？え、何？こちらがドラマ CD 冒頭から終盤にかけての棚田陽さんの予想天気図になります。ドラマ CD、 しばらくは安定した天気が続きますが、崖っぷちの仕事、彼氏推しのオタク友達と彼氏の対面といった気団が影響して梅雨前線が活性化し、本編の天気に影響を及ぼすことが予想されます。あ、これ夢だ、絶対そう。本編中は泥酔やすれ違いに見舞われる可能性がありますので、ご視聴の際は十分ご注意ください。どういうこと？それでは最後に会場にいる皆さんと挨拶をして終わりましょう。皆さんって俺しかいないが。おい、よう。いきなりっす？え？パネル。あ？手に持ってるだろ、掲げろ。え？あ、なんだこれ？読め。はい。BLCD コレクション体感予報。2023年12月22日、税別4800円にて、全国のアニメート並びにムービック通販他にて発売決定。キャストは崖っぷちエロ漫画家棚田陽を山中正弘、外面紳士な俺様気象予報士瀬ヶ崎瑞希を小野勇気、他豪華キャストでお送りします。どうぞお楽しみに。それではここまでご覧いただきありがとうございました。俺の夢なのに奴隷精神が身に染みついている。よう、こないだクリーニング頼んだやつ。寝てんのか。おーい、明日必要なんだけど、引き取ってきたよな。瀬ヶ崎瑞希天気図。俺の夢見てんの？へえ。はい。
はい。夢の中でも俺の言うこと聞いてんだ。早く起きてこっちの俺の言うことも聞け。一歩先のエンターテイメント、ムービンオン。